ニュースマグビです。俳優の菅田将暉さんのファン同士が新幹線ホームでトラブルを起こしたと女性セブンが報じています。菅田さんがその日映画の舞台挨拶のために訪れた JR 大宮駅のホームでは十数人のファンが待ち構えていました。菅田さんが到着した時ファンの間で騒動が起きました。騒がしく写真を撮り始めた人に注意したファンの手が触れたようで、これ傷害罪ですと叫び声が。菅田さんは青ざめ、トラブルになった人たちは交番に駆け込んだそうです。フジテレビを退任する亀山千尋社長、笑っていいともご機嫌ようなどの長寿番組を終了させるなど数々の改革を行いましたが成果が現れませんでした。芸能担当記者は、長寿番組の後続番組は目新しさがなく、フジの番組制作力が落ちたことを証明したとコメント。数々の人気女子アナを生んできたスポルトがユアタイムの開始で放送打ち切りになったことも局全体にマイナスに働いたと分析されています。乃木坂46の白石麻衣さん、松村さゆりさん、高山一実さんの3人がアルバイトの制服衣装を公開し話題となっています。3人はアルバイトパート求人情報サイトバイトルの新イメージキャラクターに就任し、新 CM 発表会に登場。白石さんはバーテンダー、松村さんは受付嬢、高山さんはホテルスタッフになりきりイベントを盛り上げたそうです。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ